くる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 はい、今日は、テストということで、ちょっとまた、カメラのセットアップを変えました。前回までは1秒間に30コマの、コマ数で動画撮らせていただいてたんですが、今回から、60コマにしてみました。そういうのでね、どう変わってくれるか、あまり変わらなかったら、動画が重くなるんでやめようと思うんですが、一度チェックで皆様の、感想をね、また聞かせていただきたいなと思ってます。はい、そういう動画です。はーい。はーい、何もない動画ですが、ちょっとね、またビデオカメラセッティングを変えたんですよ、設定をね。で、もうワンクラス上がるみたいで、いろいろやってて、それでパソコンに取り込めなくなって、それでまたパソコンに取り込めるように、ソニーのね、アプリケーションをダウンロードやって、インストールやって、ほんだら取り込めるようになったので、撮ってみてます。テストです。はい。それで、どれだけね、また良くなってるか、実際、1秒あたり30コマぐらいが前の動画なんですよね。それが1秒間に60コマに設定できました。それでね、 4K じゃないんですが、まあその半分ですね、画角が 4K の半分なので、4K の4分の1になるんかな、になるんで、4K じゃないです。はい、それでどれだけ変わってるかっていうのはね、あの犬が動いてカメラで追いかけた時にノイズが入るんですよね。でそれをなんとか解決したくて、犬の動くタイミングで犬にノイズが入っちゃうんですよね。で周りの草とかもちょっとノイズが入りますね。だからあの草とかある時にこうやって撮っちゃうとノイズが入っちゃう。動いてるのを動きながら撮るとっていうのね、静止してて犬が動くっていうのは別に問題なく、ほとんど問題なく行くんですが、犬を追いかけちゃうとなっちゃうんですよね。だからそこのとこをねちょっとチェックしてます。はい、ただ単にそれだけの動画になってしまいそう。はい、それでね、今ちょっと道具買いました。1800円かなんかでローアングル撮れるね道具を買いました。それで一度ねローアングルちょっと挑戦やって、腰痛いでしょ、ほんで動けないからね、ローアングルで撮ると。それをこういう風なこのぐらいの位置になると思うんですよね。それで一度ねローアングルを撮ってみたいなと思ってね、ちょっと U の字いうか C の字のちょっと金具っていうんかね、なんていうんかなあれ、なんかいうのをちょっと見つけて1800円やったんで買いました。それでどう変わるかっていうか、あのローアングルが撮れたらなと思いますね。犬目線ですよね。犬目線でね動画ってね撮ったら面白いんですよ。だからね犬目線で撮りたいなと思ってます。はい、またお楽しみください。ね今週中に届くかなっていうとこなんで、届いたらすぐやろうかなと思います。はい、お楽しみになってください。お楽しみにしてくださいですね。はい、ちょっとね、愛ちゃんは出してません。なんかヒートみたいです。でピーちゃん興奮したのかなと思いますね。ちょっと否認するまでちょっとピーちゃん危険かなと思ってね、多分ヒート、ヒートで、全体の雰囲気変わったんでね、ヒートかなって思ってます。もうヒート来る頃、発情仕掛けですね。そのタイミングかなと思いますね。だからちょっと様子見してます。はい、無難でね、ピーちゃんが爆発したら恐ろしいんでね、でねこのドルデちゃんレオンが面白くなってきたんですよ。ほんと受け狙いでね、みんなにね受け狙いしてね、
見てたらめちゃくちゃ面白いです。レオンってこの黒い子ね、この子ね、この子がウケるんですよ。ほんとウケる。昨日もね、もうカメラ持ってなかったんで撮れなかったんですが、ピーちゃんともうほんとウケ狙いしてしもってね、こんなんでね、ひっくり返ってなんか一人でやってるんですよ、ピーちゃんの前でね。それが面白くてね、ちょっとこの子ウケ狙いをしすぎ。もう憎めない子、だんだん可愛らしくなってきますね、こうなってくるとね。めっちゃ可愛いですよ。な影のファンがおるかな。ほれ、これ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 くる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 だいちゃん、いいですね、こうやって群れ固まってるとね。いいですね。よっしゃよっしゃということでね、なんとかこのカメラでなんとかしようと頑張ってます。はい、もうこれでもうあと手はないですね、多分ね。どう変わってくれるかっていうのがね、分かんない。まあ多少変わると思います。静止画面っていうか、あの三脚据えてとか室内でやったら全然分かんないらしいです、人間の目でね見て。でもこういう動く画像とかを撮ると変わるらしいです、調べたら。それでやってみました。はい、逆光やね、逆光。ピーちゃん当たってくるか、嫌や。ドルチェがね、ピーちゃんと遊べへんかな。行った行った。昨日これで面白かったんですよ、ほんまに。やってくれへんかな。無理無理ね、本当にね、このやってほしい時にやってくれずに、なかなかねいい動画撮れないですね、面白い動画がね。難しいですね、常に回してるわけでも いかないしね。ほいとね、一個考えてます。ちょっとね、施設開放デーに向けてちょっといろいろ考えてて、施設開放デーをやってる時間帯ずっとね、ライブしようかなと思ってます。でね、ここにこのプレハブの上、 Wi-Fi がね、プレハブの2階に Wi-Fi のルーター置いてあるんで、プレハブの外にカメラを設置してですよね、カメラか携帯を設置して Wi-Fi で電波飛ばしてライブしようと思ってます。はい、それでこうみんながいてるとこ向けてっていう感じで、こういう感じでね、まあ言えばこういう感じで、まあちょっと遠いからちょっと望遠使って、どういう感じかな、こういう感じにセットしてね、まあ犬がいてない時期ごめんなさいいう形で、バーベキューの焼いてるところらへんを狙ってね、それでまあ皆さんもその遠方の方とか来れなかった人が結局その施設開放デーに参加してるような気持ちになればなと思ってね、でこういう企画を考えてます。こういうふうにね、ライブで飛ばして、あと近い動画はまた後で撮るみたいな、アップするっていうのはね、とりあえずどんな状況か、これでマイクがね多分届かないと思うんで何か考えますね。マイク外付けでつけても多分届かないと思うんで、って言ってね、ワイヤレスなんかもめちゃくちゃ高いんでね、ワイヤレスね、2万円ぐらいするんかな、1万5千円ぐらいであるんかな、でもそこまでね
用かけないんで経費を。だから、それでライブ、一度ね、その前に一度ちょっとライブテストでね、日曜日かなんかでちょっとライブやってみようと思うんですよ。1時間以内のもので、普通チャットをするようになるじゃないですか。でもチャットはできないと、遠くから映してるんで、それでテスト的にね、そのライブをやってみて、いけそうならちょっとやってみようと思うんですよね。あそこにね、上にカメラ設置しているか、携帯設置してですよね。ここにね、これでやればいいかなっていう考えをしております。はい、ちょっとね、いつも通りのね、こういうのってね、マンネリ化してくるんでね、ちょっといろいろ考えなきゃなと思ってますね。はい、高木が出てきました。みんな寄っていくからちょっと腹立ちますね。高木が来たら、大ちゃんどこ行った？大ちゃんがいない。ってことで、今日はそういう雑談ですね。はい。いつもいつもご視聴ありがとうございます。はい。失礼します。はーい。